鉄道の電化。鉄道の電化とは、鉄道の動力を電気にすることである。電化された路線では、動力に電気を使用する電気機関車や電車が用いられる。そのため、燃料を車両に積載する必要がない。電化方式は、世界で、いくつかの種類が存在する。鉄道において、電気動力は、蒸気機関や内燃機関に比べエネルギー消費率で、優れ。 速度向上や快適性の向上といった輸送サービスの改善にも向くが、地上側に電気設備が必要となる。車両の外から電気を取り入れるものが一般的で、車両の外から電気を送ることを起電、起電と呼び、車両側でその電気を取り入れることを終電、終電と呼ぶ。終電方式は架空電車線方式と第三機上方式の二つに対別される。 また、電源の電流は直流を用いるものと交流を用いるものの2種類に分かれる。なお、車両に蓄電池などの電源を搭載するものや、ケーブルカー、工作鉄道、超電動リニアのような車両側に走行用の電力が不要なものも存在する。外部から取り入れた電力は、主電動機の種類に応じて、車両内で変換した上で使用される。 もともと鉄道は人力もしくは馬力を使ったトロッコのようなものから始まり、その後蒸気機関車の開発などもあったが、電気鉄道は1879年にドイツのジーメンスがベルリン博覧会で機関 490mm、総理 300m ほどの小さな線路、なお、終電はこの間にある第三機場から行った。2 外部終電で電気を取る機関車を走らせたのが始まりとされる、これ以前にも電気鉄道を考案した人はいたが、いずれも電気動力車に電池を搭載するという形式で、電池容量に乏しく、重量もかさむため実現の日の目を見なかった。こうした見せ物的ではない電車営業運転は、1881年のドイツのベルリンにおける路面電車であったと言われる。 電化は当初どこでも大都市の交通としての路面電車や地下鉄に採用されており、電気方式は 600V 直流を送電して、軌道の上に架線を設ける路面電車か軌道の片側に第三ゲールを設ける地下鉄のが一般的だった。このように輸送機関に対する電気の応用は良い成績を示したので次に、汽車の電化が問題となるに至った。 20世紀初頭になると、それまで路面電車に使用されていた500から 600V より、はるかに高圧の交流電流が、商用に供給されるようになったが、こうした交流送電における一般の電力の50から 60Hz は、当時機関車の電動機に使いにくかったので、路面電車などで行われた電流を変換し、直流で使用するか、3000V15Hz という、 比較的電動機に使いやすい低周波数の参照交流を使う案が生まれたのの参照交流による交差点の河川複雑化や参照交流電動機が使いにくいが懸念されここから交流送電は後にイタリアで見られるそれでも参照交流低周波数を使うカスイスで新しく見られはるかに高電圧一万五千0 v の単相交流を使うという二案に分かれ 高電圧炭素交流は、その後ドイツやオーストリアにも普及した。しかしこの炭素交流は駆動用に適した交流整流子電動機には、商用周波数では、整流が困難であったため、低周波数の交流を使う、低周波交流機電方式必要性があり、このためだと融通の効かない、鉄道独自の電源が必要になるという問題があった。1910年、 明治43年頃までには、欧州の各国で、汽車の電化計画が盛んになったが、ごく一部の塩害に悩まされていたので経済性、無関係に電化した地域、サンゴタルドトンネルなどを除き、炭の輸入もしくは輸入を抑えるため水力などでも得られる電力で鉄道を走らせるという経済的な目的で始めたので、まず周到に採算性の計算を行ったところ、この時は、 大半の国で否定的な結論が出ており、後に電化大国になるスイスなどでも1912年の調査報告で、いずれの線路でももっと運輸量が増加して、施設の利用率が良くなるまでは、電化が利益になる路線はない。と結論を下している。他のヨーロッパ諸国で電化されたのはもともと石炭がルール地方から輸入して高価だった、バイエルンの三幹部。 山の水力発電所近くなので電力配や、プロイセンのデスオーからビッターフェルトの試験的な電化区間、スウェーデンの北部線、もともと鉄鉱石輸送が盛んで、水力も利用でき、北極圏のため蒸気機関車が不利だったなど極若であった。こうした長距離鉄道の電化は、経済的でないとされた理由には、朝倉喜一によると、以下のような理由が挙げられている。一方、 アメリカでは、私鉄各自の判断で大規模な電化に踏み切ったものも、あり、長距離鉄道の送電に、単相交流方式の他に直流高圧、3000ボルト程度の送電方式も選ばれ、1913年に、この直流3000ボルト電化方式に成功した、シカゴ・ミルウォーキー鉄道は1917年から、シカゴから、ロッキー山脈や、 シェネバダ山脈を超える7 1 0トル近くにも及ぶ電化区間、当時世界最長を設置。1920年には太平洋岸の3 5 0トルの電化も済ませ、こうした電化で煙からの解放の他に運転時間の20%、短縮や回生ブレーキによる山越えのエネルギー回収20から25%ほどというメリットもあったのの、運転費そのものは 蒸気機関車時代の方が安く済んでいたと判明した。鉄道会社の方では多少電力費が高コストになっても電化による乗客数増加などを期待していた。その後、アメリカ合衆国ではミルウォーキー鉄道のような長距離電化はあまり考えられず、電化区間ごとに機関車を付け替えていては大変なので、直通できる電気式ディーゼル機関車牽引で投資走るようになった。 BR 一方、アメリカ以外の各国で鉄道の電化が盛んになったのは、スイスやイタリアなどを除くと1945年以後で、オランダのようなほとんど鉄道が壊滅した国では、戦争で破壊されたシステムの復旧が必要で、他の国でも自国産の動力源を使いたいと考えていたことで電化が大きなうねりとなった。ヨーロッパではもともと電化が進んでいたイタリアでは、 戦前から前日の3000ボルト直流機電を採用して三照交流から徐々に切り替えていたが、戦後残存三照交流路線を直流3000ボルトに交換して、電化の統一をうことに決定し、これによってまず戦火にやられた路線が補修時に直流に変更され、ついでモダーヌトリのジェノバ線、ジェノバベンテリーア線、ジェノバボゲイラ線、 ボルターのブレンレ路線などが1960年代までに変更された。最後まで参照交流方式が残ったのはピエモンテ州南部の地方路線で1970年代半ばだった。ドイツは戦争の痛げが大きく東西分裂などの悪影響もあったが、それでも戦前通り単相交流 15000V16.23Hz による電化を広げていった。イギリスは自国内に 大きな炭鉱があることもあって、電化の経済的メリットが薄く、大都市周辺と南部に電化区間が集中し、全体ではしばらく蒸気機関車の時代が続いた後、1955年にディーゼル機関車による動力近代化計画を発表した。フランスはパリリオン線を1946年に直流1 5 0 0ト電化を行って、同国南部の路線にも拡大したが、 25000V50Hz 電化も検討し始め、1951年のエクスレバン、ラロシュシュルホロン間48枚を試験的に電化し、水銀清流器と直流電動機の組み合わせた機関車が成功し、南部、その後もだいぶ直流線5 0 0 v より、電化が遅れたフランス北部はこの方式で電化された。世界的に交流電化が広がるきっかけになったのは、 この炭素商用交流機電の成功からで、その後全域とまでは行かなくとも新規感染に、これを採用した国が、今後、1952、ポルトガル、1955、インド、1958、イギリス、1959、ソ連、ハンガリー、中国と次々に現れた、日本も1954年に、試験、1957年に営業運転開始を、 行っている国によって、電化の時期や経緯が異なるので、電圧や交流の場合周波数もバラバラであり、ヨーロッパを例にとると二次大戦前は、フランスオランダイギリスは直流1 5 0 0ボルトドイツとスカンディナビア諸国は、単相交流 15000V16.67、16と2、3ヘルツイタリア、3小交流切り替え後ロシアスペインは、 直流3 0 0 0トを使用し、いずれも専用の発電所から送電していることが多かったが、1970年代になると1920年代から研究されていた 50Hz の単相交流という一般の商用周波数を用いた起電が広がり、イギリス、フランス、トルコ、日本などで新たな電化路線に使用されたが古い、公式を残す路線も多かったので、場所によっては電気車は3種類、 または4種類の電力を使える必要が生じたものもあった。電化区間自体も国策や資源、電力事情、産業の動向などにより各国での電化率には偏りが見られる。スイス、オランダといった国々が90%を超えるほか、ドイツやフランス、ロシアなどのヨーロッパ諸国や中国、韓国、日本などの東アジア諸国は50%を超える。 北米大陸やオセアニア、東南アジアなどは、電化率が低い。スイスなどでは、比較的電化費用が安価で石炭産出が少なかったことから比較的早いうちに、鉄道路線はほぼ全線が電化されている。アメリカやオーストラリアなどの大陸横断鉄道は、電化されていない区間がほとんどであるが、ロシアを横断するシュベリア鉄道は電化されている。なお、 都市鉄道や地下鉄では電化のデメリットである高コストが輸送量増大が見込めることで打ち消せられるため全線が電化されているのが原則である。口述の通り日本国内で電化、非電化区間が混在する路線は運行系統が途切れて別々の路線として扱われることが多い。BR 例外的に大井川鉄道以下は線のように 輸送量増大目的ではなく何らかの良しで、電気運転をやむを得ず使用する路線では、非電化側の列車が直通する場合もある。BR 外国の例ではアメリカで、ペンシルバニア鉄道のワシントニューヨーク電化以前は、ニューヨーク手前まで来た蒸気機関車の列車が、ニューヨーク入り口のボルティモアベルトラインのトンネル、ここのみ、電化だけ蒸気機関車ごと、電気機関車が牽引していた事例がある。 一方アメリカ、インドなどの国では、このような非電化混在路線においては、機関車を交代することで、運行系統が分断されずに直通運転に対応することがある。電気軌道では、路面電車系統では1895年、明治28年に、京都市で京都電気鉄道が開通しているが、一般の鉄道では、後部鉄道、 現在の JR 中央本線が1904年、明治37年に、飯田町中野間を電化したのが始まりである。当時の電化には、600ボルト、京都電気鉄道などのように500ボルトのところも一部存在の直流機電が採用されていた、というより用いないといけなかった。後部鉄道は1906年、明治39年に国有化され、国有鉄道発の電化区間となった。 以降、大正期は山手線など、東京都市圏での通勤電車の走行を目的に実施され、昭和初期には上東線、現在の大阪環状線など、大阪都市圏でも実施された。一方、私鉄では、蒸気機関車運行だった南海鉄道、後の南海電鉄が1907、明治40年から電化を始め、1911年、 明治44年には 60km 以上の区間の電化を完成させるなど国有鉄道より長大な電化区が誕生し、この時期国有鉄道にもなかった総括制御付きのボギー車、電2系、1909年や貫通扉や便所のある電車、電3、電腐1系、1911年導入など、この当時は私鉄の方が電化に関しては先進的な面が強かった。 もっとも国鉄側も手をこまねいていたわけではなく、1912、明治45年に、売園問題に悩まされていた、薄い峠を電化し、初の電気機関車の導入、1914、大正3年には、京浜線、現在の京浜東北線の電車運転開始に際し、輸送量増加に伴う、電圧効果防止に昇圧されることになり、 当時の技術などを考慮した結果、それまでの 600V から 1200V、ちょうど2倍の電圧なの電動機の直列並列を切り替えれば、従来の 600V 区間との直通もできたが、使用され、その後技術向上もあって、さらに電圧を上げられるようになり、1922年、大正11年に出された東海道本線の全 1500V 電化の計画に先立って、試験を行い、 その結果を私鉄にも公開したところ、同年の大阪鉄道が私鉄で初めて 1500V 直流電源を採用、河内長野布瀬管市、東海道宣伝会後開業の私鉄は、基本的に 1500V を採用するようになり、国鉄も京浜線、中央線、山手線を1931年、昭和6年までに 1500V に昇圧した。 時系列的に少し戻るが、昇圧のきっかけとなった東海道、本線電化計画は、試験機関車が来る前から、丹那トンネルの開通まで見越して、実際の開通は1934年東京から、高事まで 1500V 直流で、電化、925年したが、その後は、東海道線の電化は一時考えないで、大阪付近の輸送量が多い地域の電化や、 清水トンネル、仙山線といった長大トンネル付近の電化を優先的に行い、手間取っていた丹那トンネルの工事完了後は再び、東海道線電化も考えられたが戦争が起こり、電化工事は戦後まで持ち越されている。これら以外では、関門トンネル、外地の朝鮮総督府鉄道軽減本線の、副慶、鉱山間、1944年、昭和19年なども電化。 こうした限られた部位のみの電化は当時の軍部が国有鉄道を建設運営する鉄道員、鉄道省に対し戦時に変電所を攻撃されると運転不能になることを理由に基本的には非電化とすることを主張していたと言われているが国鉄の技師であった。 朝倉喜一によると電化の遅れについては、軍隊の話は一切出ず、イギリスから輸入した電気機関車のトラブル取れに伴う、高コストが電化を遅らせたとしている。なお、一から路線を作る予定だった弾丸列車計画、後に、東海道新幹線として帰結するでも東京、静岡、名古屋姫路の2カ所のみを直流3000ボルトで電化し、 ここ以外は当面非電化による蒸気機関車牽引予定で、そのために大型の蒸気機関車の設計がいくつか行われていた。この時期は、私鉄でも電化工事が進み、1927年には小田原急行鉄道で 82km、そして1929年1930年には、関東の東武鉄道と関西の三宮急行電鉄で立て続けに、 130km を越す当時としては、異例の長距離電車が運行され、目黒蒲田電鉄、宮城電気鉄道、富山電気鉄道など当初より、電気軌道の利便性を兼ね備えた電気鉄道の開業が相次いだ。外地も含めると金剛山電気鉄道の鉄、玄マイナス内金剛なども長大電化区間になる。こうした大手の私鉄と異なり中小私鉄では戦前は、 電化ではなく内燃動車で効率を上げたところも多かったが、太平洋戦争の影響でガソリンなどは配給制、闇市場でも高騰になったため内燃動車頼れなくなり、蒸気機関車が復帰を始めるも、戦争末期から石炭も品質が低下し数量確保さえ困難な時代になったため、石炭産地の北海道と九州以外の非電化施設は、 燃料の確保に支障をきたすようになった。これに半紙電気事業の進歩は著しく発電力は戦前以上に進んだため、中小施設でさえ多少の投資をしてでも電化した方が採算が合うと、電化に踏み切ったところが多かった。PR、特に昭和21年から26年、1946から1951年は電化の件数が多く、 1946年1月の大見鉄道洋海地線から1951年12月の長岡鉄道、あとの越後交通長岡線の大半まで既存電区間有無に関わらず一部分の電化や軌道、貨物線も含めると24車もあり、大半は十数キロメートル程度の電化だったが、大井川鉄道九点五キロメートル、長岡鉄道3 1六キロメートル、 翌年残り 2km も、電化と 30km 以上も一度に電化している。鉄道も存在している。BR しかし、その後は、ドッジラインによる、金融引き締めが始まり電化工事の資金繰り困難になったこと、さらに燃料事情が好転。石油類の安定供給並びに、機動車の普及に伴い、非電化路線の電化事例は1954年。 昭和29年の三義鉄道を最後に約20社程度に止まった。国鉄でも国鉄内部のみならず三外院方面からも鉄道電化が要望されることとなり、東郷新寺が国鉄総裁の時 3000km の順次電化計画のため電下委員会が設けられ蒸気運転の状態において電気と蒸気の経済比較の結果、 直流1 5 0 0トでも十分電化運転が有利で、交流なら、地上設備を減らせるので、なお有利となった、1950年代以降、多くの路線が電化されていき、東海道本線については1956年、昭和31年11月19日、前原京都間を最後に、支線を除く、全線の電化が完了した。これを記念し、1964年、 昭和三十九年に鉄道電化協会はこの日十一月十九日を鉄道電化の日に制定した日本の鉄道史九百五十六年十一月十九日国鉄ダイヤ改正も参照。また直流機電は多くの地上設備が必要でありコスト高となるため電化が遅れていた東北、北陸、九州、北海道の電化を今後進めることも見越して 1954、昭和29年から仙山線で、商用周波数による交流電化の試験が開始され、1957年には、同じく交流電化試験を行った北陸本線と、共に仙台桜並間と田村鶴賀間での営業運転が始まるなど、実用化され、その後北海道、関東の太平洋側と東北、北陸、 新潟周辺除外、九州などに広がった。戦後の殿下は、東海道本線を皮切りに、山陰地方を除く本州と九州で進められていったが、一方で、北海道と四国の殿下区間は短区間に止まった。特に四国では、国鉄時代は、国鉄分割民営化直前に、本市備産線開業に合わせて、香川県内の一部区間で実施されたに過ぎない。 分割民営化後も引き続き電化区間の延長が実施されているが、来年同社の性能改良により必ずしも電化の必要はなくなっている。2018年現在では、JR の在来線のうち、東北、北陸、九州、北海道、一部の路線を除くでは、交流2万ボルト起電が、その他の JR 在来線では、 直流1 5 0 0ト起電が行われており、新幹線はすべて交流2万 5000V である。輸送量の多い都市圏では電化の進捗率が高く、都府県単位ではすでにすべての旅客船が電化された地域もある。しかし、電化工事には変電所の増設や河川設備の設置をはじめ、歴史が古く建築限界が小さい区間ではトンネル改修を要するなど、 多額の費用がかかる。そのため国鉄では、大都市近郊や都市間路線でも、非電化の路線が長らくそのままにされていた。特に並走する私鉄がある区間では、近距離輸送でも、積極的な競争を行わないため、比較すると、旧体依然としていたほか、電化した路線でも、特急列車以外は、来年同社を継続して用いる例が見られるな。 消極的な経営が批判されることもあった。もっとも民営化と前後して大都市近郊の路線の電化も少し行われた。一方、関山路線でも急勾配路線は高速化のため電化することがあった。しかし財政難などから北海道、四国の主要幹線や宗谷本線、高山本線などでは国鉄時代に工事が中止された。その後機動車の性能が 電車並みに向上し、電化するよりも、新生機動車を購入する方が停電となったため、これらの路線では、非電化のまま路線の高速化工事を実施し、出力を強化した機動車を投入して近代化を進めている。また、沿線の地方自治体が費用を負担した一部の路線で、簡易方式による電化が行われた。参考、旅客需要の差から、一部区間のみが電化された路線も、 ある。このほとんどは、運転系統が分断されるため、別路線のようになっている、交流、直流のデッドセクションを挟む場合も同様が、大井川鉄道以下川線のように一部の、急行バイク間用に電化している場合は、電化区間で補給がつくのみで、非電化用の車両で、全線を走破する運行をしているケースもある。電化、非電化が混在する路線の中には、壁線のように、 広島市近郊の電化区間を残して、非電化区間のみが廃止された例もある。餌支線も海峡線と一体化している、電化区間を残して、非電化区間のみが予された。以下に電化区間を記す。太字になっている駅は、電化・非電化の境界となっているものである。なお、入出庫用に電化された区間は除く。電化は、初期投資を要するが、 輸送量の大きい路線では、輸送単位あたりの維持費用は一般に低い。このため、一度電化が行われた路線の電化設備が撤去されることは稀である。しかしながら内燃動力が一般的でなかった時代には、急勾配と長大トンネルにおける蒸気機関車の売煙問題を解決するために行われた電化の場合、ディーゼル機関車と強力な換気装置が登場するとで電化が、 必ずしも経済的に有利でないケースが生じてくる。アメリカのグレート、ノーザン鉄道、現、BNSF 鉄道が建設したカスケード山脈越への路線、カスケードトンネルは蒸気機関車時に電化されていたが、このような理由からディーゼル化が行われている。この他にインターアーバンが貨物鉄道に転換された際、電車による 頻発運転の旅客列車の消滅により電化が不要になり、電化設備が撤去された事例も多い。日本での類似事例としては、以下の路線で、経費節減のために、電車、電気機関車を、機動車に置き換えた事例がある。下記の路線は電化施設を撤去、または使用中止し、電車、電気機関車の運行を中止した路線である。なお、こういった事例の路線のほとんどは、 もともと不採算路線だったため路線の大半が廃線されている。下記の路線は電化施設を損置しているが、経費節減の目的で、自動車列車を運行する、または過去に運行していた路線である。普通列車のみ、全列車軌動車で運行する路線については口述する。下記の路線は電化設備を有し、特急列車、貨物列車は電車、 電気機関車牽引で運行するが、普通列車は全列車起動車で運行する、または過去に運行していた路線である。大半が交流電化路線で、交流電車自体が最低でも2両は必要であるため、1両でも運転できるようにあえて起動車を導入しているところがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。